宇宙少女、中国人メンバー3人の活動不参加に残念な心境を吐露、次は完全体で、写真イコールスターシップ。エンターテイメント宇宙少女が中国人メンバー抜きでカムバックすることになった心境を明らかにした。宇宙少女は最近、ソウル江南、カンナム、区にある所属事務所のスターシップエンターテイメント社屋に、記者を招待し、ニューアルバム、WJ Please の発表を記念する共同インタビューを開催した。この日、ユヨンジョンは、7ヶ月ぶりのカムバックだ。夢見る心で、の延長線だ。ストーリーテリングに重点を置いた。ドラマチックな構成も多く、振り付けにも力を注いだ、と述べた。今回の活動には、中国人メンバーのミニ、ソンウィ、ソンソが参加せず、10人組で活動する。先立って所属事務所は、ミニとソンウィが中国版、プロデュース101、JR、創造101、から誕生したガールズグループ河川少女、ロケットガー。LS の活動によって、ソンソはあらかじめ予定された中国のスケジュールによって、今回のアルバム活動に参加することができなくなった、と述べている。宇宙少女は、10人でリリースする最初のアルバムなので、より一層気を使う部分もあったし、思いが格別だった、と話した。それとともにミニ、ソンウィ、ソンソなどの不参加については、残念で、ぽっかりと穴が開いた感じだ。しかし3人のメンバーも、中国で宇宙少女の名前を知らせているから、私たちは韓国で、熱心に活動している、とし、さらに、ファンの方々が一番残念がっているだろう。早いうちに、完全体でアルバムをリリースできるように努力する、と述べた。写真イコールマイデイリー DB また、中国人の3人のメンバーとは今でも連絡している。活動できなくなったことに対して残念がっていた。お互いに応援し合っている。空席を感じさせないように、私たちは何倍も努力した、と明らかにした。今後ミニ、ソンウィ、ソンソが合流した、完全体、の姿を見ることができるのかと言い、不ファンの心配も大きいが、メンバーたちは、もちろんです。と口を揃えた。宇宙少女は、ファンの方々がそのような心配をたくさんしてくださる。今度は、完全体の姿で、完璧な姿をお見せできるように努力する、と重ねて約束した。宇宙少女のニューアルバムのタイトル曲は、Save Me, Save You だ。所属事務所のスターシップエンターテインメントは、Save Me, Save You について、神秘的で温かいアルバムの雰囲気を代弁する曲で、栄光の、顔立ちと心理、ジェイク K が属した作曲チームフルハチルームと、メンバーの EXY がラップメイキングに参加し、音楽的な完成度を高めた、と評価した。10人組体制でカムバックする宇宙少女のミニアルバム、WJ Please は19日午後6時にリリースされた。宇宙少女、メンバー3人が活動不参加、ソンソ&ソンウィ&ミニ抜きで9月19日にカムバックへ、宇宙少女、ミニ&ソンウィ、脱退宣言から一転、ロケット少女、との活動並行を最終的に決定、ファンのため。